お疲れ様です。今日もトイレからスタートになります。ですね、最近ちょっと困ってるというか、あれなんですけど、お客さん、店の子供たちがね、トイレ使うのよ。まあもちろんトイレ使うよね。で、もちろん子供なんで、トイレに、なんだ、引っ掛けたりとかね、引っ掛けてしまったりとか、流れてないとかも時々あるけど、まあそれはいいや、それは事故だ。それよりももっとかなり頻繁にあるのが、水が閉まってないんだ。こうやって出てるの、割とすげえ出てるの。で、まあその度に誰がトイレ入ったって分かればその場で注意するけど、結構多いんだよね。これなんでかなーって思ったんだけど、もしかして今の小学生とか小さい子って蛇口じゃないんじゃないかなって思って。まあ、蛇口よりも、例えばその手をこうかざすと水が出てくるような、ものが多いから、こう、水が出たものを後で戻さなきゃっていう意識が低いとか、なのかな。よ、噂で聞いたんだけどね、蛇口をこう、開ける、閉めるみたいな、開けるときに右に回すんだよみたいなことを知らない人がいるっていうのを聞いたことがあってね。だからそれと同じことで、まあこれは蛇口とはちょっと違うんだけど、こう水を出したら戻すちゃんとっていうのを分かってないのかなーなんて思うんだよね。てかそうとしか考えられないぐらい、割と頻繁に、そんな硬い蛇口じゃないのにね。だからそういう風に、まあ世代の違いは、そう、それこそ多分和式便所に入ったことがない子とかね。あと昭和って何みたいな、平成しか知らない、和歴を知らない子がいるとかいうのをどっかのニュース記事からなんか見たな。昭和って何ですかみたいなね。まあいや、いろいろ、まあね、時代が変わるとそういう認識も変わってくるんだろうなと思って。ただまあ水出っぱなしだとちょっとね、嫌なんで、ちょっと注意していく。もしくはこの辺にまあ、蛇口の閉め忘れをなんとかしようみたいな、張り紙をしたりとかしなきゃいけないのかな。はい。ちょっと思ったことがあったんで。まあ今日はそんなところです。あとなんかあったかな。はい。明日も頑張ります。はい。失礼します。